が筆差をつけろ、コンビニの雑誌コーナー、昭和式として書いてあった自分らしさってなんだ。子供の頃は気にもせず、気に入らなければ怒って、好きなものを好きだと言って、僕らは変わってく、守りたいものが変わってゆく、理解されない宝物から、理解されるための建前、大人になるほど後悔する生き物になる。でもね、それでもね、逃げるものがあるんだよ。だから僕は僕らしく、そして君は君らしくって、初めから探すようなものではないんだと思うんだ。僕は君じゃないし、君も僕じゃないから、すれ違う手をつなぐ。